ひとです。おい、今日は何ですか。今日はナルトで、団蔵って本当に悪いやつなの。あー、なるほどね。まあもう後半の方から出てきて、うん、イメージは結構良くないと思うんですけど、皆さん団蔵さんに対して そうね、その団蔵さんって本当に悪いやつなのかっていう、はいはい、実はいい人なんじゃないか説っていうのが結構世間に流れて、なるほど、数々のエピソードを見て本当に悪いやつか、うんうん、それともいいやつなのかっていうのをちょっと、ね、判断していきたいと思います。なるほど、はい。まあ、団蔵さんっていうのは、うん、先時扉間、うん、二代目ほか行司と仰いでいて、うん、まあ、秀前とはまあライバルだった人物っていうんですね、うんうん、で秀前が三代目ほか行司を任されて、うん、でこの人はまあ自分のほか行司になれない、まあ、悔しさ、うん、で後々、まあ、いつかほか行司になりたいっていうね、うんうん、そういう思いもずっとあった人物でございまして、うん、まあ、秀前が穏健派だったら、うん、この団蔵は高派というかその過激派な一人だったという感じ で、うんうんうん、でこの人はまあ全部木の葉のためにやってるよっていう、はいはいはい、っていうのがある、うん、だからいい人なんじゃないかっていう、なるほど、っていうことも言われてるんで、なるほど、どんなねことを、うん、まあ、団蔵さんというのは今までしてきたかっていう、このファーストってことね、そう、うん、ではまず一つ目、うん、目の創設者っていう、うん、目っていうの知ってます、うん、まあ、暗部のなんかその養成機関というか、うんうんうん、この葉のその暗部の養成機関ですよ、うん、まあ、あのサイとかが言って、はいはい、でもあれ勝手に作ったよね絶対、そうそうそうこれまあ表面上は大体されて言うんですけど、うん、まあ、秘密裏に活動続けていて、光線や感情なく死人も行うことを教えられた、うん、時には若い候補生に対して、うん、同門生同士で殺し合いしろみたいな、うんうん、そう霧隠れみたいな、なんかそういうこととかもやっているってわけですね、うん、ちょっとやっぱやばいやつじゃん全然この葉のためになってないよ。でもこの葉でもう守るための組織だっていうことですよ、うん、まあそれ言いようだなうん、っていうのがまず、まあ、団蔵さんの最初に出てきたのね、はい、そういう場面で出てきたから、はい、目の創設者としてまあ出てきたことがあった、うん、っていうのは、まあ、目の創設者っていうのが1個目、うん、次、うん、止水を殺して、うん、内派にクーデターを起こさせる、悪いやつじゃんよそれだけ聞いたらめちゃくちゃ悪いやつじゃんよ、うん、ありましたね、こんなシーンも、うん、まあ、要は、内派一族とホタゲというか、まあ、普通の木の葉がちょいやっぱ揉めてまして、うん、でその時に、内派がクーデターをしようっていう話があったんですよ、うん、内派がこの葉にクーデターすると、うん、でもそしたら、要は戦争が起きてしまうとね、うん、内派と、そうだね、この葉とで、うん、戦争が起きちゃう、でそれを止めようってなってたのが、うん、まあ、イタチ止水だったわけです、はいはいはい、でも話し合いじゃ解決つかなそうだから止水がボタンのつかみで、うん、現実かけて、うん、そういうもう変な戦いを起こさないで、うん、終わらせようとボタンのつかみをやろうとしてたところの、うん、団蔵が死数を殺してしまった、うん、でクーデターはまあ結局イタチのおかげで全員殺したんで起きなかったんですけど、うん、結局死数殺して団蔵がコトアマツカミ手に入れるっていうことです、うん、いい人でしょ、いやクソ悪いやつじゃんどう考えてもいや団蔵がさ殺さなければさコトアマツカミ止められたよとか、ね、コノハのためだからさ、いやいやコノハのためになってねえよ全然やばいやつじゃん、だからどこがいい人なのでは次、うん、5階階段で現実をかける、うんうんうん、覚えてますか、うん、なんかやつだね、集まってね、一時の5階だったね、そうそうそう、うん、今、まあ、5階階段っていうものを、うん、ここから戦争起きちゃうから、うん、忍者連合みたいなのを作りましょうよっていう話があって、うんうん、じゃあトップ誰にしようか、うん、ちょっとみんなシュッてたとこトップ、うん、どうしようみたいな話で、うん、でまあそこの二船、はいはい、っていう侍さんみたいな人がいて、はいはいはい、その人が「団蔵さんやってくださいよ」って言って「はいはいはい、おおいいですよ、僕トップやりますよ」って言ったんだけど、はいはい、要はそれをその三船さんに言葉つかみかけて、うん、トップやってくださいって言わせてたっていうあれ現実書いてたんだっけ、そうそうそう、入念にそうそうそう、そうか、あれかけ、なんで気づいたんだっけ、あれかけてる、あれなんかおかしかったんだよね、あーそうか、うん、で、うん、でもこの時は要はあれだったわけですね、うん、綱手が傷を負ってて、そうね、で、かかしじゃなくて団蔵がなってんだよ、そうだね、かかしだってなったんだけ ど急に団蔵が出てきて、そうそうそうってなったんだよね、そう、うん、で、これはあれだ、そうだ、水かけの声、青ってやつ、うん、青さんが白眼によって、うん、見抜いたんだ、はい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 、で、おはなたやってません、変なことなったっていう意外に初歩事件ですね、これ。なんか
まあでも、すごいことはしてますよ。まあでも、結局、それは何なんで、すげえ悪いやつじゃない、結局。それはだから結局は、まあ、木の葉のためですよね。木の葉がやっぱ一番上にいた方がいいっていう、まあ、やっぱね、そういう。なんだけど、でもちょっと悪いやつだね、やっぱり。うん、今のところどう考えても。現実かけてやっちゃダメでしょ。ね、ちゃんと話し合いでね、持っていくならわかるよ。さすがにまずくない？では次、はい、オロチマンと手を組んで人体実験、オロチマンっていうのはかつてさっきのダンゾーさんでやった年に所属していたと、うんうん、でオロチマンではダンゾーと共に柱の細胞を研究したり、うん、オロチマン優秀だったからね、うん、でダンゾーがオロチマンを火影に推薦したりいろんなしてたんですよ、火影に推薦もしたりした、うん、でなぜまあこう2人殺してたかというと、まあ、シャリンガンの研究と、うん、あとまあこの葉崩しっていうのをまあ弾道もちょっと行おうとしてた、うん、まあ本気でこう砂糖を壊滅しようとしてたんじゃなくて、うん、砂糖を変えたいからこの葉崩しみたいなことですね、だから要は自分がほかげになりたいっていうのも弾道あるから、はいはい、ヒルゼンが邪魔と、はいはい、だからオロチマンと手を組んでこの葉をこう壊滅させたいみたいなこともあったわけですね、うん、だからまあオロチマンと一緒にこう人体実験をいろいろしていたっていう感じです、うんうん、結構いい人ですよね、めっちゃ悪いやつじゃん、もう無理よ、めちゃくちゃ悪いやつじゃん、なんかもうぶっ壊そうとしてるしさ絶対悪いやつだよそれ、だってでもこの葉のためっていうのがあるから、いやいやためだけどためになってないのよその自分のためになってるよそれは全部で自分のためっていうのもあるけど、違う、自分がなることはこの葉のためだから、いや結論ならないのよそれ、あんまり自分のためにやってるからさ、この葉のためにあんまなってないよ、うん、ではじゃあ次、店員戦で店員の援護、うん、これあの店員戦で団蔵が連絡ガエルっていう、うん、はい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 、もう殺したシーンって覚えてますか、あったあったわ、それをやったんです、なぜかというと、うん、こうした理由は情報の遮断、連絡外なんで連絡をしてくれると、うんうんうん、情報の遮断、うん、でつまりナルトをこの葉に来させないため、ナルトは妙木山だっけ、うんうん、かなんかで、ね、修行をしてたと、はいはい、でその連絡外の連絡を遮断することがナルトはこの葉に来ない、はい、というのもナルト来たらキュービっていうのを奪われてしまう可能性がある、うんうんうん、っていうのも含めて、うん、まあやってたっていうプラス、うん、まああとこの葉壊滅状態にして、うん、あとあの綱手が死んで自分が木陰にの座につくためにやったんじゃないかっていう説もありますね、うんうん、だからキュービーが来ることでやばくなっちゃうプラス、うんうん、綱手がいなくなって、うん、自分木陰になるためなんじゃないかっていうのも2説あります、うんうん、まだいい人ですよね結局めちゃくちゃ悪いやつだから、さっきは全部言ってくる全部悪いやつ、いいことこうないじゃん全然いいことないじゃん、一個もないよ、一個も、うん、一個もない、一個もないよ、今のところマジでヤバいやつだよ、今のところ、ではじゃあ次まだありますね、長門の闇落ち、うん、長門は闇落ちしたんですね、うん、そうね、うん、まあ、長門っていうのは天学天学の里で生まれて、うん、まあ、コナンとかヤシコとかとこう仲良くて、うん、世界を支配し争いのない世界を作ろうよっていう話をしていった、ね、いい方向にしようっていうね、うん、それでまあ時代やと出会って、うん、もうこういろいろ指導をしてもらってたわけです、長門さんで、うん、まあ、長門っていうのはあの倫理観っていうのを持ってたので、うん、まあ、それでなんかいろんな人を殺しちゃったりして、うん、まあ、罪悪感とか抱いてたんですけれど、うん、まあ、結局時代やついてたことで、うん、まあ、どんどんいい人になるというかね、うん、なっていったわけです、うん、で時代元を離れて屋敷を行うとともに、うん、武力に頼らない平和を訴える組織暁を結成させたわけです、そうだよ、本当はいい組織だった、いい組織だったわけです、うん、これでまあみんないい組織だってこう言って、うん、まあ、どんどん人も集まっていったと、うん、しかし天学の主権を奪われることを危惧した半蔵さん、うん、半蔵さんってまあめちゃくちゃ強い人らしいんですけど、うん、が木の葉の断蔵と手の続き、うん、戦争中の岩学園、この葉砂学園の平和交渉の協力を装って、うん、組織を一網打尽にした、暁を一網打尽にした、うん、で人質にされたコナンと引き換えにリーダーの屋敷を殺すよう要求され、まあ、殺してしまったってことですね、屋敷、うん、は突っ込んで自害してしまったっていう感じで、うん、まあだからこれ悪いやつですね。結局悪いやつじゃねえかよ。これはもう擁護しようがないよ。これはもう無理だよ。擁護できないよ。そんな自分たちのさ、その主権なんか利権のためにさ、めちゃめちゃ自分たちの私利私欲のためにやってんじゃん。結構、ほんとだと絡んでくるっていう。そこにも口出して生きてさ。
やばいやつじゃん、やっぱり。やばいやつなのか、うん、っていうのが回って、うん、まあラスト簡単に、うん、兜の闇落ち、うん、これ兜の闇落ちにも、うん、団蔵さんちょっと絡んでくるんです、うんうんうん、もともと兜っていうのはあの一人 で、うん、でマザーって人に拾われて個人に保護されたと。そうだ、ね、本当はいい子だったんだよ、そう、うん、でマザーっていうのは、まあ、医療人、マザーの教えで医療人術を、まあ、習得して、うんうん、時に、まあ、オドシマルと出会ったと、カブトはね、うん、で忍者にならないかって言われるんだけど、カブトはマザーのお手伝いしたいだけってことはあると、うん、しかしここで団蔵さん来ます。団蔵さんの陣にやられて、うん、マザーに、うん、マザーっていうのはもともと年に、はいはい、でノノっていう、はい、マザーさんにその岩学園の里へ潜伏する長期任務を依頼、うん、依頼を断れば援助金を盗み出し子供たちをさらっていくぞと言われて、うん、これも里のためなんだって言われて、うん、マザーは依頼を了承すると、うん、で団蔵はさらにこの情報を得るために部下一人が死んだことを理由に個人の子供を一人差し出すことを要求する、うん、でそれでまあカブトはそう出されたわけですね、うんうん、でこれも全部里のためだって言って、うんうん、言ったっていう話ですね、うん、とまあこんな感じで団蔵さんの話いろんないろんなエピソードありましたね、うん、まあ年の組織作った死水殺してくれた、うん、誤解対談で現実をかける、うん、ペイン戦でペインの援護をした、うん、オドチマルと手を組んで人体実験した、うん、長くの闇落ち手伝った、うん、カブトの闇落ちに加担した、うん、っていうこんな感じです、うん、悪い人だね全部悪い人だねやっぱり。でもどれも里のためって里への愛が強かっただけっていうね。いやちょっと愛の使い方間違えてんじゃない、さすがに。 DV する DV というか子供に虐待する親みたいなことです。そう、なんかちょっと間違ってるよこいつは、やっぱり行き過ぎちゃってるわっていうのと、やっぱ絶対やっぱ私利私欲だわもうこれなんかという名のやっぱ私利私欲、その里のためという言い訳を作ってのやっぱ自分のこれことだよ団蔵さんは。情けないか。情けないよ団蔵さんはダメだよ団蔵さんは、やっぱ良くないよ団蔵。本当はいい人説は立証ならずでいいですか、うん、説立証ならずでまあでも最後のあの分かるよ、団蔵が死んだところのシーンの、うん、あのヒルゼンと話してるところとか。そうよ、まあなんか昔は良かったんだろうなとかはあるよ、やっぱ昔はね、うん、でもいろいろ人変えちゃったんだよもう結局。変えられたしこいつも変えちゃったし、そう結局はさ。でも全部里のためだと思えばやっぱりいい人なのか。よくないよだから里のためと言って失敗してんだからさ失敗に失敗を重ねてんだよだから、うん、早く気づいてほしかったね俺失敗してるんだってということで、じゃあ団蔵さん悪い人ということで、皆さんじゃあ意見欲しいですね団蔵はいい人なんじゃないか悪い人なんじゃないかなるほどね、はい、なるほど、悪い人だと思うなはい、はい、ナルトっていろいろあるね。はい、ということで今日見てくれてありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。団蔵いい人だよと思う人いたらコメントくださいまあいないと思うけど書いてね。またやります、バイバイ。